はい、どうもこんにちは、チルコです。今日は決戦バスターコール来てますので、アスターに行ってみたいと思います。それでは行きます。はい、こちらのパーティーで行ってみたいと思います。自由タイプで、全員自由タイプですね。解放はこんな感じで行ってみましょう。はい、このバスターコールは結構難しいです。うん、なかなかクリアできなかったのを覚えてますね。まあ久しぶりなんですが、まあね、少しはね成長できてると思うので、どれぐらいですかね、どれぐらいこう成長できてるでしょうか。レベルも上がってるし、解放とかもね、だいぶ終わってると思うので、結構違うと思うんですよね。どれぐらい、あ、そんなに優しい、優しい亀ちゃん。じゃあなるべくここでターン、ターンを稼ぎたいと思います。皆さんはバスターコールどういったパーティーで行ってるんですかね。まあ、キャラも増えてますし、いろんなパーティーでねいけるんじゃないかな。よし、次が三面、シュウでしたっけ。違ってたらすいません。何かしてくるのかな。大丈夫。あ、してきましたね。よし、まあなんとか大丈夫でしょう。あ、お肉を取って、4面の人がベリー大佐でしたっけ。紫お兄さんを残したいと思います。あ、違う、ダメ危ない危ない。そしたらサボが封じられちゃうから、地属性お兄さんですね。確か5ターンじゃないかな。そうですね。ん？ああ、スロット変換は別に問題なし。よし、いけそうです。はい、これでボスですね。ちょっとね、咳がね、
咳は本当すいません。どうするんでしたっけね。普通で良かったはず。あーミスった。あ、はい、解放です。解放。封じが3でしたね。うん、いけたでしょう。よし、次は？はい、鬼雲ですね。はい、先制攻撃。はい、ここでウソップ使います。それで鬼雲でいいのかな。よし、あ、4ターン稼げばよかった。しまった大丈夫かな。はい、ダルメシアンでしたかね。これで遅延もこうですよね。ここでなんだかサボを使ってますね。昔の自分の動画をちょっと見てるんですけど、使わなくてもいけるんじゃないのかな。どうでしょう。あ、もうミスったあ、でも使った方がいいのかな。ここでね、パーフェクト出してたらきっと良かったんでしょうね。大丈夫そう。よし、次はモモンガですね。モモンガ、ん？あ、これがラスト、ラストですよ。援護、援護が来るので、どうしようかな。まあサボ、サボで、じゃあフランキー、ランキー打ちますか。こんなもんかな。確か飛んでくれるんですよね。あ、飛んでくれない。はい、じゃあこれでいきます。よし、パーフェクト。あ、そうだった。何やってんの何してるのそうだ、一人残さないといけなかった。あ、一人残しても意味ないんですかねじゃあ遅延して、
あ、逆だった、順番逆。あ、大丈夫かな？大丈夫じゃないでしょうか。はい、クリアできました。なんかすっきりしないクリアの仕方。はい、こんな感じでした。なんかグダグダ感がすごいんですけどでもなんかもっと難しかったのをすごい覚えてるので、結構割とスムーズにクリアできてよかったと思います。成長できてるんじゃないかなと思われます。はい、フレンドさんありがとうございます。はい、ということで決戦バスターコール、マスター、ですね、割とスムーズにクリアできてよかったと思います。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。